ブレーメン州は、ドイツ連邦共和国を構成する連邦州の一つ。正式名称は自由反座都市ブレーメンである。ハンブルク市と同様に、中世以来の自由都市としての地位を現代まで維持している。現在、ブレーメン州は、ブレーメン市と北海へと注ぐベーザー川の河口に位置する同市の外交ブレーマーハーフェン市の西からなる。ドイツ社会民主党の勢力が強い地域であり、 1945年以降は一貫してスピードが政権与党を担いかつ第一市長を輩出している。州の立法機関は市議会で定数83のうち68議席をブレーメン氏に15議席をブレーマーハーフェン氏に割り振っている。阻止条項は両市選挙区ごとに別々に適用されるため全体で 得票率5%を下回った政党でもいずれかの市で5%を突破していれば、そちらの市における議席配分を受けることができる。2011年5月22日に行われた前回、選挙での政党別議席配分と、2014年9月15日時点の各政党の議席数は以下の通りである。 選挙の2ヶ月前に発生した福島第一原子力発電所事故の影響もあり、脱原発を訴える緑の党が得票率を6ポイント伸ばして第二党に躍進。スピード、緑の党の積力連立が継続されることになった。ファポピュリズム政党の場合は、前々回同様ブレーマーハーフェン氏でのみ、阻止条項を突破し議席を確保した。他方で、 極右政党のドイツ民族同盟は同じく、極右政党のドイツ国家民主党に合流して、選挙戦を戦ったものの、漁師で阻止条項を下回り議会から姿を消した。自由民主党も同様に漁師で阻止条項を下回り、全議席を失った。この議会は、ブレーメン氏の立法機関を兼ねる。これに対し、ブレーマーハーフェン氏は、独自に、市議会を持っている。 行政機関である参事会は議員内閣制の合議体で他の州における州首相に相当する役職は参事会議長兼第一市長である。第一市長は市議会から多数決で選出される。通常は第一党の党首が選出されるが過半数の党がない場合は連立協議において話し合いがなされる。他の州とは異なり、 議長以外の参次会員も市議会での多数決で選出される。選出される資格として市議会議員であることは要求されていないが議員の中から選ばれるのが慣例である。第一市長はこうして選ばれた参次会員の中から代行を務める第二市長を選任する。参次会は州だけでなくブレーメン氏の行政執行も担当する。ありがとうございます。